皮脂植物とは植物の分類の主要な一グループ名。種子植物のうち一般に花と呼ばれる生殖器官の特殊化が進んで、胚珠が心側にくるまれて脂肪の中に収まったものを言う。裸肢植物と体を成す分類群である。皮脂植物門、皮脂植物類。種子植物のうち一般に花と呼ばれる生殖器官の特殊化が進んで、 胚種が心側にくるまれて脂肪の中に収まったものを言う。そのため、皮脂植物と呼ばれる。心側が発育して果実となる。もう一つの分類群は、裸子植物と言われ、これは胚種が脂肪にくるまれておらずむき出しになっており、果実も作らない。皮脂植物は裸子植物的祖先から胚種を保護するために大砲脂肪がそれを包み込み、 メシベとなって密閉したものと見られる。これによって花粉が直接胚種に触れることが不可能となり、花粉はメシベの中等につき、ここから胚種まで花粉管を伸ばす形になった。植物分類学に関する知識が変わるとともに、植物の分類法も修正を重ねてきた。形態などの表現形をもとにした従来の分類法には大きく分けて数種類が用いられており、 コンセンサスがあるわけではないが代表的なものにシン・エングラー体系やクロンキスト体系がある。1980年代以前の標準的な分類法はシン・エングラー体系であった。この分類体系は直感的でわかりやすいため市販の図鑑等に現在でも広く使われている。1980年代になるとクロンキスト体系が登場し学術分野における デファクトスタンダードの地位を占めるようになった。以上は表現系をもとにした分類法であるが、1990年代以降は進化系統をより直接的に反映すると期待されるゲノム解析による分類の研究が盛んとなり、その中で有力な APG 植物分類体系が将来のスタンダードになるべく整備されつつある。これは、 従来の分類法と異なる点が多く、従来のトガが解体、または統合された例も多い。21世紀の現代においては、表現型による蒸気核体系に変わり、標準となりつつある。従来の分類では、皮脂植物は大きく、創始用植物と単子用植物の二つに分類されるうちは、クロンキスト体系。これは、種子から芽が出て、 はじめに出てくる葉の数から付けられた名称だが、それ以外にも大きく異なる点が存在している。1990年代以降、ゲノム解析の発展とともに登場した APG 植物分類体系の考えによれば、被子植物の進化の初期に原始的総子用植物群が分岐し、ついで単子用植物が分岐した。残りが単系統群の新生総子用植物を形成している。 したがって、単子葉植物はまとまった一群とみなせるが、草子葉植物はまとまった一群ではないと思われる。代表的な肘植物を種が多い順に挙げると、以下のようになる。低か2万5千種、卵か一万八千種、豆か一万七千種、稲か九千種、赤根か七千種、しそか七千種、灯台草か五千種、かやつり草か四千種、重複受精とは、子植物の特徴的な受精形式で、 受粉した花粉から新調した花粉管内で生じた2個の生細胞が卵細胞と中央細胞のそれぞれと受精する現象を指す。生細胞と卵細胞の受精を生殖受精、生細胞と中央細胞の受精を栄養受精と呼ぶ。受精後、受精卵は肺に、中央細胞は肺乳に成長し、肺腫から生じた種皮に包まれて種子となる。一般的には、 最初の皮脂植物は1億4千万年前にラッシュ植物から分化したとされているがもっと昔の三畳期に分化したとする説もある。現在確認されている最も古い皮脂植物の化石はジュラキから白亜紀に入る頃のアルカエフルクトスとされており、これは水中生活に適応して特殊化したとも言われるがまだ花がコンパクトにまとまらず一つの枝のように見える。植物は 白秋以降、繁栄の時代を迎えた。騎士植物の系統樹における最初の分岐は、主系列からのアンボレラ目の分岐である。続いて、水蓮目、アウストロベーレア目、カネラ目、小小目、木蓮目、クスノキメなどが分岐した。アンボレラ目からクスノキメは、炭行花粉型植物群である。この後、主系列は、炭子用植物群を派生させる。 単子用植物群も、また炭溝花粉型植物群である。その後、炭鉱花粉型植物群の主系列から、三黄花粉型植物群が派生する。この三黄花粉型は、近年の分類学上で、新生総使用類と呼ばれる一大分類群である。ありがとうございます。